お金ねあの楽天の三木谷社長がお金の力でね、まあ、メディアをかなりこう操作してるというのはよく言われることですそれが YouTube や Twitter にもかなりの資金提供しているんで広告料としてねだから思うがままに動かせているんですよこの日本の情報をねだから三木谷さんのイメージっていうのはずっといいままで来てたんですけども実際はひどいもんだってことがこうガーシー暴露でだんだん分かってきてしかも証拠付きでね でこの前なんかそのウクライナの女性が日本に難民受け入れされてきたところをもうでに乱闘パーティーしてるみたいなねすごいないなと思いますしさすがにねウクライナの女性も、うん、断ることもできなかったんでしょうねやっぱりね状況的に。でもその人の弱みにつけ込んでやることがえぐいなというところはありますけども、まあ、これがねあの今国会で暴かれようと。 していたんですけどもどううででしょうかってところはありますでもその楽天なんですけども赤字が3,000億とか4,000億とか出て創業以来の大赤字で三木谷さんもちょっと遊び過ぎたんじゃないかなってところでもう取り返しがつかないところまで来ていて、まあ、楽天のポイントもなくなってきたりとか楽天モバイルも0円プランとかあっという間になくなっちゃったね。うんで、えー、楽天のモバイルの回線をその社員にはね5回線。 ノルマだとか言って急に押し付けたりとかして結構あのピンチのようですけどもどううなるんでしょうねね、うん、楽天ね、うんまあ、こうやってお金で何でもかんでもできちゃうところもあって私たち個人レベルに落とし込んでも楽しい人生を送るのもお金次第で自分の望まない人生を送らないといけないのも <laughs> まあお金次第ってところがあるのかなと思うとまさに。 金は命、金は人生そのものなのかなというところはかなり大きいですね。